マイルド始まりました、マイルドジャーニー。今回はね、まさかのと小島にさんと、ではね、早速今回のテーマを発表したいと思います。こちら、はい、ニューカマー。ニューカマー、いやいや、おカマじゃない。それではテーマにぴったりな人たちに登場していただきましょう。お願いします。お願いします。お願いします。昨年の夏に関西ジュニアのメンバーに新たに加わったニューカマーの5人です。ニューカマー言いましたけども、結構 ねもう入賞してから結構経ってるんですよ ね、うん、この5人はですね、一度ジャニーズフューチャーワールド特集の時もすでに出演しているので、分かるんですけどね、マイジャニー初出演の時特技披露やった、やりましたね。そうだったよね。特技披露はしたんですけど、プロフィールは全く紹介してなかった。あらら、プロフィールやってないの？やってないです。あ、そうなの。で、今回ニューカマーの5人のことを視聴者の皆さんにより知っていただくために徹底分析していきたいと思います、はい、それではマイルドジャーニースタート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回のテーマはニューカマーということですね。昨年の8月に新しく僕たちの仲間になった5人を1人ずつ徹底的に紹介していきたいと思います。まあ皆さん紹介していきますけども、佐野くん、はい、心配ないですか？心配ないさー。安心した。安心しました。いいね。緊張してないですか？緊張してないさー。すごいな。すごいね。頑張りますか？頑張るさー。頑張るさー。いいですね。松和くん頑張れる？頑張るさー。頑張るさ。沖縄のシンガーソングライター。沖縄ガンプルナイサー。ガンプルナイサー。じゃあまずね、島崎くんから見ていきましょうか、はい、プロフィールがこちら。はい、島崎とわくん。え、あ、やばいね。2003年8月3日生まれ。最近よ。13歳、大阪府出身。特技ヒップホップダンス、ソーラン節。趣味漫画を読む。憧れの先輩山下智久くん。関西ジュニアの憧れの先輩、お、大西流星。おー、苦手な人なし。ジュニアになったきっかけ、母や友達に勧められて。好きな女性のタイプ、優しい人。得意なモノマネ、鶏、非常口。お、非常口。前ジェニーでやってみたい企画、スポーツ大会第2弾。あー、いいですね。マジ楽しいや。ちょっとね、皆さん気になることがあると思いますので、ちょっと視聴者の方に代わってちょっと質問してくださいよ。2003年やじゃん。最近ですよ。2003年ってさ、マジで最近じゃない。ほんまに。俺と7歳離れてるから。あ、そうなの。俺20歳やもん。そう考えて結構年取ったって思うよね。すごいな。やばいね。で、ソーラン節はいつからやってんの？ソーラン節はただ学校でやったことあっただけで。あ、だからそれを特技に無理やりはめ込んだ感じ。そうやね、まあ言うと全員できるわけやん。ジュニアの頃あるあるやでな、それ。何でも特技に入れとけんね。ここですよ。関西ジュニアの憧れの先輩、大西流星。ありがたやです。そういうことなんですよ。いや、いつも優しくしてくれますし、うん、なんて言うんでしょうね。なんか好きなんですよ。おー、でも一番の褒め言葉じゃない、それが。めっちゃ嬉しいやん。うん、いいよ。ガチで照れてるやん、うん。ここで特技の鶏の真似とヒップホップダンスのコラボをしてもらうことに。一体どんなコラボなんでしょうか。ではとわくんによる鶏ヒップホップダンスです。お願いします。徐々に鶏に持っていく感じが良かった。良かったですね。いいね、これ。可愛かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ポケモンコを言ってましたもんね。続いては岡崎くんを紹介したいと思います。プロフィールがこちら。
はい、岡崎小太郎くん、2004年3月23日生まれの13歳、大阪府出身、特技テニス、趣味ラジコン、いいですね。憧れの先輩岡田准一くん、 V6 ですね、関西ジュニアの憧れの先輩、おっ、コジャナイルくん、苦手な人、吉川太郎くん、あれギスギスしてますね。そういうの嫌いじゃないよ。嫌いじゃないよ。バッチバチや。ジュニアになったきっかけ、親が勝手に応募していたと。あ、好きな女性のタイプ、引っ張ってくれる人。なるほど、うん、得意なモノマネ、おクロちゃん、世代探すさんですね。いいじゃない、いいですね。マイジャニでやってみたい企画、テニスについて語る。なかなかな企画ですけど。なるほど。憧れの先輩が岡田准一くん、うん、ね、かっこいい。好きなのね。好きなのね。どこが好き？顔とか演技とか。ああ、面食いなんだね。でもここでは面食いじゃないですね。関西人の。ほらほらですよ。ほらほら、コジャ君のことかっこいいと思う人もおるから。いや、皆さんそれが一番悪い。かっこいいよ。でもアクロバットできるし。コジャ君、そのどこがどこに憧れてるというか。いじられてるところです。あら、あ、そっちか。なるほど。そっちね。あの、同期によくいじられるんですよ。あ、はいはい、なんか買ったもん批判されたりとか。例えば、例えば、イヤホン買って、うん、それの音質がむっちゃ悪いぞ。最近のちっちゃい子って音質気にすんの？すげえな。え、誰にいじられるの、それは。え、ルークとかマサヤとかです。おお、でも苦手な人は吉川。吉川君、なんかどこが苦手なの？いや、なんかめっちゃ隣におるけど。怖い。気になる。何が苦手なんですか？謎なんですよ。なんか何も分かんないです、うん、謎すぎて、ミステリアスな部分がちょっと謎すぎて、怖いっす。あ、だから一緒におる中でもまだ分からへんねや、どういう人なんかっていう、はい、ずっと一緒におるはずやのにね。なるほどね、うん、そんないじられキャラの岡崎くんには、得意だという安田大サーカスクロちゃんのモノマネを見せてもらいます。モノマネお願いします。コタ、はい、ちゃんバージョンやります。コタちゃんです。わわわわ、かわいい。小島の顔がすごいです。めっちゃびっくりしてる。なんていうか、どうした小島。ちょっとついていけないです。緑先輩はこうやるから、小島行け。お、小島ちゃん、小島ちゃん、ケン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 ちゃんです。ビビビビバ。これです。すごい、はい、これが関西の先輩からね。オリジナルを添える、これがいい。続いては吉川くんのプロフィールを見てみましょう。こちら、はい、吉川太郎くん、2001年10月9日生まれ。15歳。それでも15歳ですよ。滋賀県出身、特技バドミントン、趣味読書、憧れの先輩関ジャニエイトの渋谷翼くん、関西ジュニアの憧れの先輩草間リチャード犬。これは有名。お、これは有名。逆に苦手な人も草間リチャード犬。ちょっと待って、どういうことや。あと一個、あと一個。ジュニアになったきっかけ、ジャニー社長が東京オリンピックに向けて子供たちを育てているインタビューで言ってたので。すごいね。好きな女性のタイプ、空気を読める人、得意なものまで、マイケル・ジャクソンさん。おお、マージャニでやってみたい企画、あっち向いてホイホイホイ。多くない？2つ多いですね。いろいろ気になります。気になったとこあります？うん、まずさっき言ってた憧れの先輩と苦手な人、これね、これどういうこと？なんか面と向かって話すとすごい喋れなくなる。ああ、なるほど。あ、だから分かった、憧れすぎてってこと？そうっす。憧れすぎて面として向かった時にどう喋っていいか分かんない。なんか嫌われるかなみたいな。ああ、喋ったことあるやろ？あります。何喋ったことある？もう覚えてないぐらい、もう、うわぁ、うわぁ。だからほんまに学校で好きな人と喋るみたいな感じなんだ。吉川くん、それは恋だ。わぁじゃねえ。ニューカマー、ニューカマーが。わぁじゃねえ。違う意味になっちゃうよ。え、その、どういうところに憧れてるの？リチャード君は。ダンスが上手いところで憧れてたんですけど、もともと。で、入ってからはなんか後輩にも優しいとことか、うん、なんかずっとなんていうの、見てくれてること、うん、ところ後輩をがすごい尊敬してます。なるほどね。ダンスめっちゃ上手だったらリチャードもさ、うん、すごい分からんけど仲良くなったりするんじゃない？ほんまやな。そう、あるかもしれへんな。あるかもしれない。共通の話題ができたんで、ね、そうそう、すごいな、恋してんのよリチャード。リチャード君に恋をしている吉川君には、やってみたい企画のあっち向いてホイホイホイを向井君とやらせてあげることに。
では、こうちゃんとのあっち向いてホイホイホイゲームです。どうぞ。最初はグーじゃんけんポン、あいこでしょ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 、やったー、入った。おいこ、おい、おい、やったーじゃねえわ。大事なところ、それはただのじゃんけんだ。じゃんけんだから。確かにあいこしすぎて手が上がったの多分。じゃもう一回やろう、もう一回。確かに謎やわ、うん、最初はグッ、じゃんけんぽん、あっち向いてほいほいほい。どう負けやね今の。あれ向いたやんな、こっち向いた、上向いた、上向いたやんな、うん、なるほどね。もう一回やっとくか、はい、もう一回やりましょう。最初はグッ、じゃんけんぽん、あっち向いてほいほいほい。せーやー、あのね、分かった、指先見ちゃうから、こう、だから例えばこっちやって、こうなっちゃう、だからついていってね、ついていっちゃうのよ、全部ついていってたもん。この後向井康二がびっくりしすぎて腰を抜かしちゃいます。一体何が？